はい、やっていきます。桃鉄です。社長の皆さん、先月ですよ。お、トピックスです。何ですか？ポプレ電鉄が所有する、ね、創業はペリー来航の1年前だって。この前もなんかあったよね、こういうの。やったー、臨時収入。安定してますね。やっぱいっぱい持ち株じゃない。なんていうの？会社持ってるとね、そういうの安定してくるんだろうね。うわぁ、1060万円。やば。なにわしは記念仙人じゃ。豆鬼社長、最初に赤松に10回も。ご苦労さんじゃの。ところで、赤松を止まってばかりだから、持ち金もマイナスではないか。豆鬼社長の持ち金はゼロになった。吉野、やっぱり元気じゃろうな。おお。何それ、ずる。何帳消しにしちゃってんの？おお、この人はマイナスだ。よし。うわ、まだあるね。ブンビー。サイクロ振って出たらこんな感じ。スペシャルカードだってなんだろう。おーい。いい感じで外すね。よし、仙台からだね。行きましょうか。2、1、2、平泉があそこにある。何？どういうこと？どういうこと？なあ、マジだ、よかった。2億とかやばいよね。ここで、決算。マジか。まあ、大丈夫でしょう。よーし。安定してますね。よし。なんとか大丈夫です。社長の皆さん、4月ですよー。うお、なんだこれ。赤ベーコンだって。メモに社長に取り付いた悪魔を払うべく。1。お、北方だ。やっぱラーメン全部ラーメンじゃねえかよ。なんで、一番上と下から2番目は取らなかったの？見栄え悪かった、そんなに。うわぁ、ここの店汚ねえ、みたいな。2。また赤松。あ、この人は別に、あれじゃないの、8番になんないよね。お。1枚割れた。特性レカード消えた。はい。6。6。ちょっと Y 使っていいですか？ここに止まるか。そっち行っちゃうと。あ、青がある。盛岡の1個上。行きましょう。1、2、3、4、1ってあんま出さないんだよな、自分。やったー。1080万円。このところ、診療箱が、おお、やったー。1両4万円だって。5! 2億円やったー、すごい。盛岡の1個上付き。ちょうど皆さん、5月ですよー。ここら辺はマイナス少ないんだね。1、鳴子だって。温泉郷100億円だって。温泉郷 ?5 って読むのか分かんないけど、買えるのダメなんじゃないのそれ。うわぁ、買った瞬間に売られた。恐ろしい野郎だな。やった奇跡やって目的地の盛岡に1番乗りでーす。うわ、すげえ。盛岡めっちゃすげえ。こんなにビニアあるの、盛岡って。やば。新宿かよ。ポピュラー店鉄には地元からの援助金を受け取っていただきます。やったー。8億円だって。やったー。やったー。9億円。おー、ずっと取り憑かれんだね、やっぱり。よし。どこ行こうかな。富士山とか行けないよね。はい。お、北海道か。近いんじゃない？なんてもんだろうな、これ。なんとか、洞爺湖国立公園。行きましょう。洞爺湖って駅あんの？わんこそば屋がいっぱいある。コピペン屋もある。南部せんべい。じゃじゃ麺。あ、じゃじゃ麺食いて。どんなんだっけ？覚えてないよ。わんこそばも買っとこう。コッペパンも買っとこう。ね。いざという時にもしかしたら役に立つかもしれない。オッケー。お、やったー。吹っ飛び周遊カードだってなんだろう。100億円目指して。目指せんの？社長の皆さん、6月ですよー。そっちからまた行くのか。いただきますカード。うわ、それ捨てちゃうの。うおー、やっぱりまたマイナス。うん、喜多方ラーメン屋。あー、ラーメン屋さん全然売れないね。で、さっきの捨てちゃうのか。いただきますを捨てるってなんか斬新だね。平泉、何があんだろう。あ、買わないんだ。2、三戸。さくらんぼとかか。南部せんべい屋さんがあるぐらいか。飲むヨーグルトのところまだね。近くに工場あるのかね。社長の皆さん、7月ですよ。1、2、3。おお、ここで特製レカード。おお、そういうこともあるんだね。使わないカードを捨て去られる。1。160万か。いけ。やったー、6。どこまでいけるかな。2、2、3、4、5、6。赤ばっかだね、ここらへん。リンゴもいっぱいあるな。ぶっ飛ばしカード。おお、すごいね。一番先頭を進んでいる人が33マスあって、自分があと16マスだ。すごい差あるね。またなんか焼きまんじゅう屋さんが臨時収入だって。すごいね、焼きまんじゅう。流行ってんだから。別にインスタ映えってわけじゃないと思うけど、Facebook 映えとかしてんのかな。絶対、中高年層がやってるよね。うわぁ、また買ってきたんだ。大変だね。1。最近みんな物件買わないね。不景気なの。5。うわぁ、どこ行くんだろう、これ。4。おお、そこか。びっくりした。なんか宝って書いてるのかな？何あれ？宝って書いてる。なんだろう？ちょうど皆さん、9月ですよ。1、2、3。デビルカード。それ結構あれじゃなくダメなカードじゃなかったっけ？やっぱり。なんでそれを捨てないの？あらららら。NPC だから仕方ないけどね。1、2。おお、いいね、ここら辺。7040万円だって。宝ってところ泊まってみたい。ダメだよね、やっぱり。なんだ、ここの駅は。えい。のぞみ周遊カード。あ、持ちきれない。ぶっ飛ばしカード2枚持ってるからいいか。OK。カードそろそろ使わないとね。ちょっと皆さん10月ですよ。1、2、お、秋田だ。やっと秋田。あらら、1か2。もう最下位確定じゃない ?1、2、3。お、なんか温泉入ってるお姉さんいる。バラ焼き屋？バラ焼きってなんだっけ？はい。1、2、3。おしゃまんべ。聞いたことあるけど、おしゃまんべなんだ、これが。じゃがいも畑。じゃがいも畑って会社が保有するものじゃないというようなか。あれは、普通に農村営んでる方がやってるんじゃないの？それを奪うっていうのはどうかと思っちゃうけど。ね。はい、というわけで、じゃあ本日は一旦ここで終わりたいと思います。次回、おお！そういえばいたね。あれは何だったんだろうね。省エネサイコロだって。うわ、ここ結構額が大きいね。うわ、1億。1か2かしか出なかったんだっけ。あらら。よく見るとイカがいるね。お、青森。はい、ここで一旦終わりたいと思います。ありがとうございました。